皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、初めてライブを行う前に見る動画ということで、本当にもうタイトルの通りでございます。もし皆さんが、ね、こう何かしら演奏したりとか、歌を歌ったりとか、何かしらパフォーマンスをしなきゃいけない場面が出てきたとして、近い将来にそういう場面が出てきたとして、やっぱりこの不安みたいな気持ちが出てくると思うんですよ。失敗したらどうしよう。間違えたらどうしよう。うまくいかなかったらどうしよう。ああ、格好悪かったらどうしよう。そんな気持ちにやっぱり少なからずなると思います。で、そのね、パフォーマンスをする日がね、近づけば近づくほど、その不安な気持ちというのはすごいでかくなってくると思うんですけども、どんな気持ちで、どんな心構えで、そのライブに臨めばいいのか、そのパフォーマンスに臨めばいいのか、そんな話をベラベラとお話しさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。これは、ライブに限らず、何かしらこう、スピーチとか、あとプレゼンとか、まあ、何かしらその人前で何かこう、発表したりとかするもの、全般的に言えることだと思いますので、よかったらいろいろ覚えておいていただけると嬉しいなということです。とりあえず一番最初に、皆さんにまずお伝えしたくて、覚えていただきたいこととしては、よかったら何かメモとか取っておいてください。一番最初にお伝えしたいこととしては、うまくいくときはうまくいくし、失敗するときは失敗するということなんですよ。もうすげえ身も蓋もない話なんですけども、もう一回。うまくいくときはうまくいくし、失敗するときはもう失敗するものなんです。失敗するときは失敗する。どんなに練習してなくても、どんなに練習しなくても、前準備しなくても、うまくいくときはうまくいっちゃうもんですし、どんなに練習してこうね、すごいもう試行錯誤して切磋琢磨したとしても、失敗するときは失敗しちゃうんですよ。もう本当もうそういうものなんです。もうこれはもうどうしようもない。もう人生そういうもんでございます。もうしょうがない、これは。まあ、すげえ身も蓋もない話ですけれども、でもやっぱりその失敗っていうのはしたくないわけじゃないですか。できれば成功させたい。うまくいかないっていうのはなんかできるだけ避けたいな。できるだけうまくいきたいなと、やっぱ思うわけですよね。で、その時にまた大事になってくるのが、よかったらメモをしてみてくださいませ。本番は練習の延長線上ということです。本番は練習の延長線上にあるということ。多くの方は本番と練習っていうのは別個で、考えてしまいがちなんですよ。本番は本番、練習は練習。けど、実際はそうじゃないです。本番っていうのは常に練習の延長線上になければいけないものなんですよ。具体的にどういうことかと言いますと、例えばギターを弾く場面があったとするじゃないですか。ギターを弾かなければいけないライブがあったとしますと。で、練習をするとき、家で練習するときは椅子に座って弾いてます。でも、本番のときにはストラップつけて立って弾いてます。これ、ちょっと延長線上とは言いにくいですよね。本番の時に立って弾くんだったならば、家で一人で練習するときも、やっぱり立って弾かなきゃいけないわけなんですよ。足元にエフェクターとかたくさん並べてね、その操作とかも本番でするんだったならば、家で練習するときもその同じようなセッティングをして、その操作とかにも慣れておかなきゃいけないわけなんです。もし、ライブ前にもセットリスト、曲順とかが決まっているようだったら、そのセットリストをまず一回こうバーッとメモをして、もうその通りに練習することも必要かもしれません。そんな感じで、本番さながらの環境を練習にいかに持ってくるかということなんですよ。もちろんその場所とか機材だったりとかの問題で、完璧 100% の実現は難しいとは思うんですけれども、できるだけ練習の中で本番さながらの練習をして、実践をして、この練習の延長線上にあるのが本番。という形に持っていきたいんです。で、本番を行うとき、そのライブ当日になったときに、そのどういう気持ちでパフォーマンスをしてほしいかっていうと、本番だから気合い入れるぞとか、なんか本番だから緊張しちゃう、本番だから不安になってしまう、うまくいかないかなとかって、なんかそういったこういろんなこう、ね、気持ちがぐちゃ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 するのはもちろんわかるんですが、こう思ってほしいんです。本番をするときは、本番のときには。練習の形、練習の今まで練習を蓄積してきたこのパッケージを本番で出せばいいという話なんです。今まで練習してきたこの蓄積を本番で出せばいいということです。本番だからってその気張ったりとか張り切ったりとかすることももちろん大事っちゃ大事なんですけども、あんまり過度にやりすぎて張り切ったりとかするとちょっと失敗の原因になってしまうんで、いつも通りの練習を出そうって思ってほしいんですよ。いつも通りの練習がうまくいっていれば、本番の時もきっとうまくいくでしょう。いつも通りの練習の時に失敗が起きれば、本番の時も失敗すると思います。でも、それはそれ、これはこれなわけですよ。いつも通りの練習をできるだけ本番で出していくというここの気持ち、これがとても大事でございます。もう一回。本番というのは練習の延長線上にあるということ。で、その、言ってみれば、その練習の時に本番さながらの環境をどんだけ作り出すかということがとても大事。で、本番当日を迎えたならば、いつも通りの練習を出せばいい。というふうに今考えてほしいんです。これがまあとりあえず一つ覚えておいてほしいことでございます。二つ目、ちょっと次の話題に行きます。
二つ目。そう言われても、やっぱりその緊張するときは緊張するし、不安になるときは不安になるんだよって思う気持ちもすごくわかるんですけれども、ちょっとまた別の見方をしますと、ライブをする意味、パフォーマンスをする意味っていうのをちょっと考えてみましょうか。パフォーマンスをする意味。例えば、皆さんが学生で、高校生で、なんかこう文化祭とかでその初めてバンドで演奏して、それでライブをするとします。体育館でこうバーンとね、その生徒がたくさんもう何百人と集まっているその中でステージに立って、もうギターをジャンと鳴らす機会があったとします。やっぱりすげえこう不安な気持ちもあると思いますし、うまくいくかなっていう、なんかそういう焦りとかもあると思います。けれども、そこで皆さんが成し遂げたい目的、思いっていうのは、完璧な演奏をすることではないですよね。そのパフォーマンス中に失敗をしないこと、間違いを犯さないこと、これって割とどうでもよくないですか？どっちかっていうと、体育館でこうバーンとギターを演奏して、そのかっこいいところをみんなに見せたりとか、そのみんなに楽しんでほしかったりとか、もしくはその好きな女の子が、ね、見に来てくれたならば、すげえなんかいいところ見せたいな、かっこいいところ見せたいなって、なんかそういう思いだったりするわけじゃないですか。その思いを果たすために、条件として失敗をしないこと、間違いをしないこと、これって必須だと思いますか？別にそんなことないですよね。逆にその例えって言うならば、そのね、失敗をしない、間違いをしないってことに集中しすぎて、もう下を向いてもね、ブツブツ言いながら、そうね、黙々ギターを弾くのと、失敗を恐れずに、もう間違えてもいいから、もう失敗しても構わないから、みんなに楽しんでほしいと、もっとすげえなんかかっこいいとこ見せたいぜみたいな感じで、顔を上げて笑いながら、こうね、もうガシャ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 、失敗をしながらも、なんかこうね、大きなアクションで弾いてた方がかっこよく映ると思いませんか？そんな感じで、その、パフォーマンスする意味、目的っていうのをですね、ちょっと一回考えてみてほしいんですよ。そこで何を成し遂げたいのかなと。単純にその、職場の発表会みたいな感じで、まあ、かっこいいところを見せたいとも別に思わないけれども、単純にその、ね、みんながこう、ね、演奏を聴いて楽しんでくれればいいなって思ってるのならば、その楽しんでもらうためには、じゃあどうしたらいいかということを考えてほしいんです。そこに楽しんでもらうためにはどうしたらいいかっていうところに対して、まあ、もちろん失敗しない方がいいですし、間違いをしない方がもちろんいいですけれども、それらを必須項目かどうかって聞かれたときに、そうでもないっていう話になるわけじゃないですか。それよりもね、その自分の見せ方とか、その段取りとかの方がもちろん大事ですし、そのお客さんを楽しんでもらう、もしくはその自分がいいところを見せる、かっこよく見せる、そこに対してはどういう要素が必要なのかなということをちょっと考えてみてほしいんです。そう考えれば、意外と失敗をすること、間違えることって、まあもちろんしないに越したことはないですけれども、割とどうでもいいことだったりとかするんですよ。どうでもいいというか、結構二の次というか、三の次というか、それよりも大事なことってもちろんたくさんあるわけなんでございます。そんな感じでね、パフォーマンスをする意味、目的っていうのを考えてもらうと、ちょっとこう緊張が和らぐかなと思います。そんな感じ。以上の話でございました。で、ここからね、その緊張しないためにはどうたらこうたらという話もちょっとさせていただこうかなと思うんですが、緊張したい方法に関してはまた別の動画で喋っておりますので、もしそちらも気になるようでしたら、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方もぜひ参考にしてみてくださいませ。緊張しない方法、またはね、僕はベラベラと過去の動画で喋っておりますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。そんな感じでございます。まとめますと、初めてライブを行う前に覚えておいてほしいこと。一つ目、うまくいくときはうまくいくし、失敗するときは失敗する。ということです。でも失敗したくない。できれば成功させたい。間違いはしたくない。そのためにはどうしたらいいか。というと、二つ目。本番ってのは練習の延長線上という話でございます。練習をどんだけ実践さながらにするかってことで、意識をして練習していけば、本番も失敗しにくいと。で、本番当日を迎えてならば、いつも通りの練習を出せばいいんだというふうに思ってほしいということです。で、三つ目。パフォーマンスする目的とか、何かしらこう、なんだろうな。目的とか、そういったものはまあ、ね、ちゃんと明確にしようということでございます。そうすれば、ね、失敗すること、間違いを犯すこと、こういったものは結構どうでもよくなってくるので、結構気持ちが楽になってくるかと思います。うん、そうですね。自分自身が楽しむことが目的だったら、もういろいろ話は早いですよね。自分が楽しければいいんですから、もういろいろ話は早いかと思います。そんな感じで、ね、自分の中でいろいろこの考えたりとかしてみていただければ、結構気持ちが楽になってくると思うんですが、どうでしょうか。で、それ以上に、またこう緊張しない方法とか、そんなことも気になるようでしたら、もし概要欄の方から、リンクを飛んでみてくださいませ。そんな感じでございます。それでは、今回の動画は以上になります。また違う動画でお会いしましょう。さよなら。バハハイ。